サーです。今回はこちらザイーニのチョコエッグ6種類紹介していきたいと思います。はい、バレンタインのコーナーにたくさん出てくるようになりました。今回はバレンタインに使えそうな感じのものをメインに集めてみました。はい、ということでまずはこちらトイストーリーから開けていきましょう。トイストーリーとピクサーとあるので、またね、機会があったらピクサーでも見ていきたいんですが、今回はね、トイストーリーのキャラいっぱい見たかったのでこちらにしてみました。はい、では開けていきましょう。はい、今回は誰が出てくるかな。一つの箱に3つ入ってるのが嬉しいですよね。それで600円くらいなので、まあ大体普通のチョコエッグと同じ感じかな。中の包み紙はウッディーとウッディーとバズー。はい、じゃあバズから開けよう。このザイーニのチョコエッグ、あの日本のフルタのチョコエッグとはまた違って、はい、ミルクチョコレートのみで卵の部分が作られています。なのでね、個人的にはこっちの方が食べやすかったりしています。さあ、マスコットだ！スリンキー！はい、スリンキードッグが来ました。パネの部分は伸びないんですけど、意外とリアルな感じにできてますね。手足が動けばもっと嬉しかったな。あ、でもいい、いい。バズとウッディ来てくれるかな？どうかな？ 2 個目。お！すぐ出てきたよ。今度は誰だ？お！あ、あー！なんか、保育園にいた意地悪なやつじゃないこれ。はい。この名前はわかんないなぁ。みんなわかるかなぁ。はい。続いて。あ、こちらもマスコット。全部マスコットなのかなぁ。あ、これも意地悪なやつ。保育園にいるシリーズの子たち。はい。こちらはトゥイッチで、こちらはストレッチ。そうだ、ストレッチは思い出せるよ。トゥイッチはね、出てこないな、名前。はい。サニーサイド保育園にいたおもちゃたちですね。はい、では続いてはお隣のトムとジェリー開けていきましょう。トムもジェリーもマスコットできてほしいな。トイストーリーマスコットいっぱいなのかな？嬉しかったです。全部マスコットで。次は誰かな、誰が来るかな。はい、パッケージはトム。続いてはジェリー。続いてはジェリー。はい、ということでじゃあ開けていきましょう。お、割れてた。あ、音がしないかも。これはラバーマスコットかなですね。誰だ？このシルエットは？ジェリー！かわいい！はい、これ、こうやって開けて、こう見ると、こう四角い形になってるんですけど、この部分を、ボールペンとかの引っ掛ける部分に装着するといいみたいな感じらしいです。かわいい。マスコットで出てくるよりもラバーマスコットの方が可愛いんですよね。さあ、どうだ？今度はマスコットっぽい。誰？これは？じゃじゃん！ジェリー！めっちゃ可愛い子が来てくれた。やったー！意外とね、外れ目だったり変わったのが多い中、とっても可愛いジェリーです。やっとね。この中トムかな？どうかな？なんかでも音はしましたよね。カプセルの音かな？どうかな？わー！やったね。誰？ジェリー。そして、見て。これが期待を裏切らないやつ。見て、この顔。そう、ザイーニ。こういうところがあるんですよね。なんていうの？微妙みたいな。だから、このジェリーは大当たり。はい、今回はジェリー箱でしたね。ジェリーしか出てこなかった。トム、
こ行っちゃったんでしょう。またやってみましょう。はい、では続いてはパウパトロール開けていきます。これがチョコエッグの中で一番人気な気がする。今ね、人気のキャラクターですよね。はい、今回はラブル。こちらはスカイ。ラストはラブル。じゃあラブルから開けてみよう。こんなにね、可愛い感じで出てきてくれたら最高なんですけど。おお、はい、今日は誰がいるかな。あ、これはラバーマスコット的なラブル縛りかな。ラブルじゃあ今度スカイ開けてみよう。スカイは女の子ですね。とっても可愛いです。マスコットだよ。これは？はい、わからないキャラが来たよ。でもなんか見たことある気がする。乗ってないキャラも来るんですね。はい、これもマスコットっぽい。誰だ？え？ラブルだ。ラブルでこれはどうするの？え、なんかちっちゃな小物入れみたいなのが出てきました。え、これはこれでいいのかな。なんか閉まりきらないんだけど。あ、閉まった閉まった。なんか本当に小さな小物入れな感じ。え、そして取れない？こういう風に立てかけるのかな。こういうやつかもしれない。新しい。はい、彼の名前はロッキーでした。ロッキーかっこいいね。マスコットで出てきてる中では一番顔が整っていてかっこいいと思います。はい、じゃあ続いてはスポンジボブ開けていきましょう。わかるキャラが来てくれるかな。ここら辺だったらわかるんですけどね。あ、プランクトンもわかるけど。乗ってないのが来るとしたらカーニさんとかいないけど出てきそうですよね。でもスポンジボブ欲しいな。しかもマスコットで来てくれるかな。はい、スポンジボブ。2個目は、ああ、パトリックとスポンジボブ。そしてパトリック。じゃあパトリックから開けていきましょう。ダブルでね、ダブルというかパトリックとスポンジボブがセットで来てくれたらすごい嬉しい。これは落としない。ということは、お、マスコットだ。そしてパトリック。え、袋に入ってるんだ。そりゃ音鳴らないね。え、スポンジボブだけかな、こういう仕様。はい、マスコットですが袋の中に入っていました。イエーイ。え、スポンジボブ欲しい。え、そしたら振ってもわからないですよね。お、綺麗に取れた。あ、これはラバマスのパトリック。顔でもこの癖ある感じが好き。キラキラっとしたね。さあ3つ目はどうかな。落としないけど軽いからこれはね。パトリック縛りもなかなかなんだけど、しかもかぶったしもうスポンジボーブ会えないな。はい、また頑張りたいと思います。じゃあスヌーピー開けていきましょう。スヌーピーのキャラはね、わかるかな。わかるはずと信じたい。まあ、わかんなかったら調べます。絶妙なとこついてきますよね。主要キャラ覚えたみたいな感じに覚えてるのに、なんかなかなか痛いとこついてくるようなラインナップでとか出てきてますけど。はい、スヌーピーの仲間は誰かな？スヌーピー、スヌーピー。お、ラストはスヌーピー。はい、ということでチャーリーブラウンとか出てこないんだみたいなはい、中からはどうかな。スヌーピー出てきてほしいな。そしてウッドストックが欲しいんです。あ、これはマスコットっぽいよ。ウッドストック来た。やったね、かわいいじゃん。お座りしてい
てスヌーピーと同じようなポーズをとっています。実際は小さいですけれども大きめウッドストック、嬉しい。はい、では2つ目開けていきましょう。誰が来るかな。またもやマスコット誰？まさかのかぶり。今日はそういう日ですかね。3つ目は誰かな。お、もう取れない。パカ。また音がするけど、やったー、スヌーピーだ。よしよし。あ、しかもウッドストック抱えてます。潰されそうだけど。やったね、やったー、嬉しい。スヌーピー来てくれました。はい、ラインナップにはルーシーやサリー、ライナス、チャーリーブラウンなどなどもいましたがね、今回はこんな感じ。バレンタインシーズンだからね、これ絶対入ってる、ハート入ってるとかってなったらすごく嬉しいんだけど、ハート持ってる子は来てくれませんでした、残念。うん、でもね、望み通りのスヌーピーとウッドストックなのでよかった。はい、ではラストディズニー開けていきましょう。ちょっとね、このマリーちゃんも微妙なんですけど、こっちが出てきたら可愛いよなとか、ワオ物語とかだとなんか良さそうだなとかって思ってるので、ちょっと楽しみです。パッケージは誰かな。あ、バンビちゃん、なんかレトロな感じ。そう、でもバンビだ。あとは、あ、白一匹ワンちゃんのワンちゃん。これはこの絵柄からそのシリーズが出てくるじゃないよね、多分。ん、マスコット誰？あ、はい、こちらは偶然なのかどうなのか、101匹ワンちゃんのワンちゃんですね。うん、あ、次でわかるかな。次2つバンビバンビだけど、バンビの来るかな、どうかな。お、マスコットだ。え、あ、違う、やっぱワンワン物語のトランプです。なんかイラストのよりもちょっと茶色っぽい、なんかもっと灰色な感じの毛の色かなと思ってたんですけど、はい、こんなのが来ました。ちょっとね、肌色っぽいというか茶色っぽいですね。あ、でもいいスタイルのが来てくれました。さあ、ラストはどうかな。ラストももしかしたら重い気がする。ほら、マスコット誰だろう。レディー来るか。あ、マリーちゃんじゃん。マリーちゃん。ちょっと太ったね、マリーちゃん。いや、ボリュームあるし存在感あるけれども、マリーちゃんってこうだったっけみたいな子が来ました。あ、でもあのパッケージの子よりは可愛いかも。パッケージだともうちょっと意地悪っぽい顔してたような気がしたので、それよりは可愛い気がします。ちょっと黒目の部分が大きいのかな、この子。っていうか白目のところも黒目に塗られちゃったのかな。ウケる。はい、というわけで今回の6種類いかがだったでしょうか。みんなね、楽しいラインナップで来てくれて面白かったです。またやってみたいと思うのでリクエストお待ちしております。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね、バイバーイ。